さよなら、ゴロー。え、さっきのゴロンどこ？すでに、え？え？幽霊？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。そっかそっかそっか。そういえば、前回あれやんね。この、助けての声を無視して動画を閉めたんやね。よし。助けますか。え、これどうやって助けるん？爆弾かなんかいる感じ？爆弾。これか？リモコン爆弾？これどうやって使うんやっけ？待って待って待って。L ボタンが爆発。L ボタンで置いて L ボタンで爆発。痛い！待って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 。飛んだ飛んだ飛んだ。あれ？これどうやってやるの？出れないんだよね。分かってんだけどさ。え？何をどうすればいいんだろうか。話しかけれる？非、話しかけれない。出れないんだよね。いや、私も入れないんすよ。こっち側とか別に何もないな。え？はい。はいはい、ちょっと待って。これなんか破壊できたりとかしないね。しないですね。あれ？何？あ、待って、あそこに、あ、これ使う？もしかして。落ちたら死ぬね。え、待って待って待って。X ジャンプ。はっ。あぶねえ。あぶねえ。死ぬところやったー。はっ。ひー、ちょっと一旦回復。よし。お、あ、登れる登れる。ふぅ。んで、ここから、あそこを撃つんだな。え？なんか向いとる方向違うな。動かせるっけ？これで動かせるんか？え？わからない。あ、わからないぞ。とりあえず、入れて、え？で？ねえねえ、あ、これあれか、切るんか。はい。あ、動く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 ！待って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 。もう一回もう一回。でも、まあ、動くってことね。うんうん。はい。いっ。おー、いけたんか？何あれ。あ、なるほど。自分でなんかバリア張っとるわけね。てか、めちゃくちゃ狭いな。やだな、あんなとこに閉じ込められるの。しかもね、さっきから私が外でドッカンドッカンやりよってめっちゃ嫌やんね。超恐怖でしかないよね。よっ。さあ、でもこれで、開いたよ、開いたよ。なるほどね。え、でもさ、結局、リモコン爆弾の威力で開いたんやけんさ、別に目の前でもよくない？大砲で飛ばさんといかんかった？助走みたいなのが必要やったんかな。え、宝箱ある。あれは取れんやつ？背景の一部ですか？何？誰が魔物だよ。ユンボー、ゴロンの若者。つぶらな瞳。へへ。お、落ち着いたか？何？よく見たらハイリア人コロ。ひょっとして君が岩を壊してくれたコロ？どうもありがとうコロ。こんなとこまで何しに来たコロ？何しにとか言われましても、君を探しに来たんだよ。あ、そうなんだ。
組長に僕を探すよう頼まれたのかな。はあ、何にせよ助かった頃、僕がそのユン、みんなからユン坊って言われてるから。組長の痛み止めを取りに来たら火山弾で岩が崩れて閉じ込められちゃってね。そういえば君、どうやって入り口の岩を壊した頃？大砲で。組長の大砲使った頃？ごめん、何、許可取り必要やった？あれ使うの難しすぎて組長以外使いこなせない頃よ。あ、そういうことね。あ、おしゃべりしてる場合じゃない頃。待ってよ、早く痛み止めてあげて。早く痛み止め届けなきゃ。悪いけど僕もう行く頃、後で組長のところに来て。ああ見えて組長は義理がたい頃よ。きっとお礼をくれる頃。じゃあね。なるほど、ユンボーを助けたから一緒に連れて帰ってくれてもいいんですけ、ああそれか、そっかそっか、移動方法がそれじゃあ一緒には連れて帰れんか。で、さっきのお宝箱は取れないんですか？あ、なんか目的地更新された。まあ、ゴロンシティに帰れってことやろ、おそらく。持つ。あれ？投げれないの？あ、投げるのはこっち。何も出てきてない。あの辺の武器も手に取れるっぽいな。おお、何、びっくりした。ルピーか。そうよ、マジさ、あれですよ。ムジュラの仮面もこれぐらい、これぐらいスイスイ溜まれよ、ルピー。いや、どんだけルピー集めてもさ、まあ、過去に戻ればなくなるわけやし、武器ポーチいっぱいか。まあ、でも、攻撃力下がるけんいっか。あ、開けれるやん。イエーイ。氷の矢10個。氷の力が封じられた矢10本セット。当たると砕け散り、周囲を凍らせることができる。お、いいね、いいね。特に熱いものには絶大な威力がある。ここで手に入るってことは重要ってことかな？知らんけど。紫ルピー。50ルピー。そう、どんだけルピー手に入れてもね、ムジュラの仮面ではお財布を拡張しないと、99ルピーしか持てんっていうね。そんなんで何が買えるねん。ちょっと待って。ゴロンシティはどこですか？地図を見よう、地図を。あそこか。ふんふんふん。こっちの方向ね。この岩を、辿っていけばいいんかな？遠くない？ワープできたっけな。何これ？あ、望遠鏡。なるほど、なるほど。これで、うんうん、左スティック押し込みで。え、待って、 あった地図で、ここやろ。え、遠い遠い。遠い遠い。近くにないな。ないな。ここにも、クソ、ワープはできねえか。あ、近くワープできるとこないんや。うわー、めんどくさいね。めんどくさいっすね。じゃあもうそのまんま歩いて帰るしかないんか。今までのさ、神獣の力みたいなのも使えたよね。どうやって使うんやっけ。なんか今、なに？え、なになに？イエーイ！やめてよ！イエーイ！ギャー！ちょ、死ぬ。死ぬ。なんか今さ、ゾウの神獣の力が溜まっていきよることない？てか、溜まっていきよるって何？使っとったっけ、なんか。え、あれ、かける3とかける2使えるってことやろ？で、ゾウはまだ溜まってないとして。こんばんは。お月様がよく見える頃ね。あ、今夜？ところで、こんなところでどうした頃？ユンボー知らない？どうしたハイリア人の君がユンボーのことを嗅ぎ回る頃？嗅ぎ回る言い方。組長が。組長？組長のお達しなら、ユンボーの行き先を教えないと。ユンボーなら組長の家にいた頃。またルーダニアが出てきたからね。組長の腰痛を治して、いつものルーダニア退治に行くんだろうね。いつもの。ルーダニアってあれやろ？なんか、カメレオンみたいなやつ。
いつもの？全然退治できてないやん。早く退治してよ。じゃないと私が駆り出されることになるやろ？何これ、椅子？なんか椅子っぽいね。座れないの？座椅子かな？座り心地はちょっとよろしくなさそうだけどな。よいしょ。ここやっけ？あれ？どこだ？あなたか？おお、旅の人！ユンボウから聞いたぜ。あいつを助けてくれたんだってな。これはお礼だ。ハイリア人には必要だろ？お、燃えず薬、ありがとう。燃えず薬じゃなくて燃えず薬やったんやっけ、読み方。さあ、痛み止めも飲んだし、そろそろユンボウのとこ行ってくら。え、ユンボウが来てたんじゃないの？ダルケル様には悪いが、ルーダにはぶっ飛ばさねえと。ダルケル様。あ、これが、ここのゴロン族の英傑ってことか？あんた、ゴロンの英傑、ダルケル様を知らねえのかい？あそこに石像が見えるだろう。あれこそがダルケル様よ。どれどれ。早く見せてくれる？あ、思ったよりでかかった。ホカゲ岩みたいなもんやね。そういうことやろ。え、どれ？なんか二人ぐらいおらんかった今。あ、こっち？待って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 。なんか見えてなかった。なんか手前のやつは何？あれは違う。そっか、リンクの記憶ってどんなんやったんやっけ。よーし、この真珠を操るコツ、掴めてきた。あ、そっか、この英傑たちっていうのはもともとリンクの仲間で一緒に戦いよったんやっけ。真珠の訓練で他の3人に遅れを取るわけにはいかねえ。で、英傑たちは亡くなってるのか。俺はよ、ここから見る景色が好きな。リンクはなんで生きてんだ。見ろよ、あの美しいゴツゴツしたうまそうな岩の尾根。ハイリア人っていうのは寿命がそんなに長かったんやっけ。どんなやつか知らねえけどよ、俺は必ず。他の種族に比べてそんなに寿命が長かったんやっけ。よっぽど他の種族の方が寿命長そうやけどな。え、何、凍結されとったとか、そういうことじゃないよね。姫さんお月の騎士に選んだのはハイラル王だってな。直々の指名じゃねえか、頑張んな。そっか、英傑たちはもともとリンクの仲間で、で、この神獣、神獣たちももともとは仲間か。それがガノンドロフのせいで暴走しとんやっけ。なんかこういうお供みたいな感じやったってことやろ。なに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 。うー、え、大丈夫？それ、私も守られてる？全然私なんかバリアの外側におった気がするけど。え、そんなことない？やばい、自分だけバリアに包まれてなかった。これ過去の記憶やもんね。奇跡が起こるほど山が荒ぶるってことは、いや、まさかな。ちょっとこのまださ、ゲームの中のリンク、よりもさ、私の方がちょっと記憶が、このストーリーの記憶が私の方がないんすよ。でもそういうことよね。で、リンクはなんだ、記憶喪失かなんかなんやったっけ。冒険とともに記憶を取り戻していきようよね。え、ゼルダ姫のことは覚えてんのか。わからん。でよ、ユンボーはそのダルケル様の子孫ってわけよ。うんうん。やっぱ子孫って言うけん、死んどるってことよね。子孫だからか、ユンボウの野郎、ダルケルの守りも使いやがるしな。あー、さっき使っとった、気軽に。あ、あれってゴロン族がみんな使えるもんじゃなくて、ダルケルの守りっていうやつなんや。じゃあ、その神獣を解放したら私も使えるようになる、その、パワーってこと？英傑の。で、そのダルケルの守り固くなったユンボウをルーダニアにぶつけて追っ払ってんだ。いや、なんかすごい物として使われてる感。なるほど、なるほど。あ、まあ、倒すんじゃなくって追い払うっていう感じなんか。ふんふんふん。で、私は、なんかその操られてるであろう、ルーダニアを解放すればいいってことよね、きっと。奴には普通の大砲の弾は効かねえからな。じゃあ、私はどうすればいいんだ、それ。
私もユンボを使うの？よし、長話はここまでだ。そろそろルーダニアを追っ払いに行ってくら。何今の間。へえ、またぎっくりした。おお、いちちちち。あ、これで私が代わりに行くことになるってこと？大丈夫？大丈夫じゃねえぜ、旅の人よ。いちちちちち。これじゃあ今日はいけそうねえな。悪いが、あんた先に行ったユンボーに中止だと伝えてくれねえか。オルディン橋にいるはずだからよ。オルディン橋、まあ、これで中心するんじゃなくって私がやるってことでしょ。そういうことなんでしょう。とりあえず回復してから行こっかな。ルピーはあるもんね。あそこか。オルディン橋ってどこかしら。とりあえず示されてる通りに行きゃいいっすよね。あのなんか、ゾウの神獣のやつさ、いつ溜まるの？なんか溜め方があるのか？なんか神獣の力の使い方も覚えてないんだが。うわ、びっくりした。おはようゴロ。朝からいい天気ゴロね。ところで、こんなところでどうしたゴロ？陰謀知らない？毎回聞く。陰謀ならオルディン橋に行ったゴロ。オルディン橋はこの道をまーっすぐ、坂を越え、ゴロン橋を越え、遠いな。ゴロン温泉を越えた先の先の先にあるゴロよ。え、めっちゃ先やん。まだ何かあるゴロ？つらい、遠い、さようなら。さようならゴロ。もっと気軽に行ける場所にあるんかと思ったよ。え、どこだよ。なるほど。なんか全然違う場所におらん、私。あ、でもこの先って言ったけん、道は別に間違えてないんか。じゃあ行くわ。でもこれなんか、正反対の方向行きおらんですよね。この先っていうのはあれか？さっきのゴロンどこ？すでに、すでにさ、さっきのゴロンこの辺におらんかった？幽霊？まあ、こっちの方向から、あっちに向かって抜けていくってことか、この先っていうのは。なるほどね。危ねえ、危ねえ。正反対の方向を向けて走り出すところやったよ。いかんね。なんかあの、ちっちゃい地図だけ見て走り出したら、全く違う方向行くね。で、なんかまた、いっぱい崖とか越えてさ、全然道なりに進んでいかんねやろ。これで、道なりに、なんか、方向が違うな。ちょっと待って。こっちじゃなくて、なんかここ、右に曲がるね。なんかこの辺から右に入るところが、こっちか。あ、合ってるね。こっちの道沿いを、なんか小さい地図で見よったらさ、道なくない？こっちか？ここで合ってる？ちげえな。ちょっと待って待って、こっちか？こっちをずっと行けばいい感じ？合ってるね、合ってるね。何してんだい？いろいろ旅したが、ここは本当に暑いな。燃えず薬なしでは死ぬところだ。さすがにここでは絵を描けそうにないな。この風景を目に焼き付けておくか。いや、また会ったな。君も旅の途中かね。私もずっとあちこち旅をしているのでな。また教えてやれる場所があるかもしれんぞ。ああ、サブクエの人ね。なるほど、なるほど。もし見てほしい絵があれば出してみなさい。あ、じゃあ、どうぞ。この近くのなんかあった？ああ、なるほど。あれは温泉？じゃないんか。うん。ハイラル城とその北にあるハイラル大森林も見えるな。どれがハイラル城？あの、テカテカしとる部分？あ、違うか。あの左側か。ハイラル大森林の南東あたりから見下ろせば、こういった風景も見えるだろうな。そういえば、ここからずっと南に、森の馬宿という馬宿がある。森の馬宿の北に、大層見晴らしの良い高台があると聞いたことがあるが。すまん。正確なことは私も知らないのだ。森の馬宿？寄ってきたところじゃない？どうもどうも。敵だな。
助けてー助けてー。もしかしてあれか、この辺ってあのガーディアン的なやつもおったりとかする。こんなところでのんびり使っとる場合じゃないよ。敵いるよこの辺。ねえねえおじいちゃん、鼻歌歌ってる場合じゃないって。誰ごろ杜氏の邪魔をするのは。うん、ハイリアの観光客ごろか。湯加減どう？ぬるいごろ。本当はもっと熱い湯に入りたいごろ。しかしお前さんのような耐火準備万端の観光客も珍しいごろ。いやーまあね、ちょっといろいろ迷子になったりうろついてる時に耐火準備万端にしてないとあっという間に死ぬんでね。それでもルーダニアには絶対に近づいちゃダメごろよ。ルーダニアに近づこうもんならいくら耐火準備万端のあんたでも燃えて灰になってしまうごろよ。マジでそんな、もっともオルディン橋の向こうに行くのは無理ごろよ。ルーダニアがこっちへ来んように組長がオルディン橋をあげとるかもしれんでな。へえ。まあでも今からそのオルディン橋に行くんすけどね私。あそこはまだ温泉じゃないの？ん？敵だな。あーやめてやめて。あーこれ、なんだよ、近づいたら伏せるのかよ。これ方向合ってます？なんか飛んできたー。あ、来ないで。あ、違う違う違う。またなんか降ってきた降ってきた。びっくりしたー。やめてって。え、この降ってきより、この降ってきより岩ってさ、敵に当たって攻撃してくれたりとかする？あ、合ってるね。こっちまっすぐ。ん？さっきのが温泉やったんか、やっぱり。え、受付の人とか何もおらんかったよ。勝手に行って勝手に入っていい感じ？なんか敵がいるけれども。ミファの祈り、いつでも使えるよ。あ、あざす。ミファ、あ、ゾウのやつね。ふんふん。あ、あれはなんだ？十字キー下で使うってことか。お、始まった。ああ、なるほど、なるほど。敵がおるって、敵に囲まれてんのか。助けてー。なんか、丸いものがあるなとは思ったんやけど、ユンボーやったんやね。今行くぜ。こっちだ、こっちだ。いた。は。うえい。私が守る。何？死んだの？今。え、今死んだの？早くない？死ぬの。いやー！え、一発のダメージでかくね？痛い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 。いや、一発のダメージでかいって。あ、なるほどなるほど。さっきのあれか。ミファーの祈りって。勝手に発動するやつね。いい、助けてー。これ、あれじゃない？大砲使った方がいいんじゃない？お、見失ってるぞ、私のこと。ああ。ユンボー邪魔じゃね？いや、やっぱリーチがあるっていいね。ほらほら。相手に全く攻撃をさせないよ。ふぅ。わお、君強い頃ね。また助けられた頃。はぁ。いや、頑張ったよ。いや、待って待って待って。攻撃力14しかないよ。いや、14の攻撃力じゃなかったって。え、それほぼ素手で殴り寄るぐらいの。やばいよね。あいつ自身の力がめっちゃ強かっただけでは。助けてくれてありがとうころ。君が来てくれなかったら危なかったころよ。ふぅ、それにしても組長、まだかな？来ないんすよ、組長。今日は中止だって。え？中止？どうして？腰痛が良くならないどころかさっきビキッつったんだよ。え、ねえ、この大砲でってこと？ユンボー入る大きさじゃなくない？なに君、体もっと縮めれるの？せっかく取りに行ったのに、あの痛み止め効かなかった頃か。組長が来れないなら仕方ない頃ね。一旦帰る頃。ちょっと待って。名乗り出るなよ、私。え、帰らないの？なんで？真珠に乗り込みたい。え？あの真珠に乗り込む？何ダルケル様みたいなこと言ってる頃。中に入るなんて危ない頃よ。弱らせたら入れるかもしれないけど。いや、いい、いい、いい。
でもどうして？まあちょっと過去にいろいろありまして、よくわかんないけど君にも事情がある頃ね。私がその大砲で飛ぶってこと？でもね、神獣がこっちへ来ないように組長がオルディン橋を上げてる頃よ。ルーダニアのとこに行くにはあのオルディン橋を架けないといけない頃。いつもは組長がこの大砲で橋を倒してくれるんだけど、組長が来れないなら大砲で橋も架けれないし無理頃よ。私使えますよ、大砲。見たでしょ？そういえば君、組長の大砲を使える頃ね。だったらいけるかも。いや、さっきからそういうね、ボソボソっとなんか言うのやめてよ。だったらいつも組長とやってるように、僕が弾になるから、君が撃ってほしい頃。入れるんすか、それ。大丈夫？僕にはこのご先祖様譲りのダルケルの守りがあるからね。これだと何にぶつかっても全く痛くない頃よ。私にもその力ちょうだい。僕のご先祖のダルケル様は、それはそれはすごい人だった。って組長が言ってた頃、僕はそのダルケル様と同じ、ダルケルの守りを使えるんだからね。だから君は大船に乗ったつもりで、オルディン橋を狙って撃つだけでいい頃。でも手加減はしてほしい頃。なるほど。